おはようございます。まああのこの中にはね、えー、いくら役員とはいえここで十一時のメッセージするにはふさわしくないと思っておられる方もいるかもしれません。Know, thinking, speak, 安心してください。同感です。なので祈ります。l e t 天のお父さん、神様。 Uh, あなたのみさん、賛美します、えー。本当に私は罪深く、そして不十分なものです。Am, uh, それを許し、救ってくださったことを感謝します。救われる前、えー、この世ではお金が一番大事とセミナーしていたところから救ってくださり。Yeah, このように福音を語らせていただけるこのあなたの恵みに感謝します。あなたによって本当に作られているその最中です。This, uh, あなたがこの私を通して100% おあなたによって語ってくださることを信仰で信じます。アイス・リエス・キリスト、あなたの名前によってお祈りいたします。あめん。さて、先週はイースターでした。ゴスペルのために練習の時間使って。

またお席にはイースター献金というあなたの捧げ物を捧げることもできますのでぜひ祈ってそしてイエス様とともに素晴らしいまた一年を新しい一年を迎えていただきたいと思いますイースターはイエス様が 十字架にかかってくださりそしてまあ三日目によみがえられたその復活をお祝いするものです。イエス様ー、なさスター、ださったこイはスでもないあなたのそして私のためのものでしたそれはスター、イッ一人ー、イッスター、イッスター、イッイス やらかしてしまっている数えきれないほどの罪を身代わりとなってすでに帳消してくださったという考えられないほど大きな愛と恵みです grace,、uh, we, uh, しかし一体どうして神様はこんなことをしてくれたんでしょうか how, 私たちを愛しているからとはいえ ご自分の命と引き換えに、私たちを永遠に生きる者にされたのには、きちんと目的があります。神様にとって、そして私たちにとって、救って終わり、救われて終わりではありません。 すごくシンプルなメッセージかもしれませんが、ぜひこのハンブルな気持ちで聞いていただきたいと思います。じゃあ、み言葉から行きましょう。ローマの5の10です。ローマン 5:10. 私たちがまだ神の敵であったとき、神はミコを犠牲にして、私たちとの友情を回復してくださいました。ですから、ミコの命ゆえに、私たちは確かに永遠の裁きを免れるのです。めに 神様が人間を作られた時神様と人間は理想的な関係にありました when,、uh, men, uh, で。アダムとエバは神との親しい関係にあったんです。とは素晴らしい関係にあったんです。 神様と人間の関係は儀式とかしきたりとか宗教ではなく愛によって保たれていましたアダムとエヴァは在籍感や恐れに妨げられることなく純粋に神様との関係を喜び そして神様もまた彼らとの関係を喜んでおられたわけですしかし、罪に陥って以来、but, but since the fall, その理想的な関係は崩れてしまいます。This ideal relationship has broken. 旧約聖書の時代は神様との友情に預かることができたのは一握りの人間だけでした。Days, uh, モーセやアブラハムやノアとかダビデとかそういった人たちだけが神様との,あの信頼関係を友情を築くことができました。 この状況を一変させてくださったのがイエス・キリストです。That, uh, uh, イエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださった時、神と私たちとの隔たりを象徴していた死んでの垂れ幕が上から下に 真っ二つに避けたと聖書には書かれています。それは人が再び神に直接近づくことができるようになったことを示しています。 これがローマの5の10にある通りですね。ミコを犠牲にして友情を回復してくださったんです。これは例え話ではなく、また比喩でもなく、 書かれてていいる通りに受け取っていい真理であり真実ですなんか。あのことはめちゃくちゃ楽しそうに話してるのになんか私とは目も合わせないじゃん感じ悪みたいなもう知らんしみたいな、ね、そういう状態だと思ってたら。 実はいつも陰で見てくれてて知ってくれてて励まそうとしてくれててどんなや香もや香じゃんって言ってくれようとしていたっていうそういうことなんです、イエス様が。 しかもこのイエス様という友達は同じ団地に住んでる庶民的な友達じゃないんです。Living the same block. 庶民の暮らしも知ってるけど、 本当はもうとんでもない罪と権力を持った王様の息子だったんです。その彼を連れなんで <laughs> って言えるってすごくないですか king, イエス様がこう言っておられますヨハネの15の15です私はもはやあなた方をしもべとは読みませんしもべは主人のすることを知らないからです私はあなた方を友と呼びました父から聞いたことをみなあなた方に知らせたからです 実際にイエス様はここで私たちを友と呼んだと語っておられますがこの箇所で使われている友という言葉はもうちょっとした知り合いという程度ではなくて

の言語的にはその結婚式の花婿付き添い人とか王様が特に信頼している側近の友人のことなどを指すときに使われます。 で王宮ではしもべは王様に近づくことを許されていなかったんですけれども信頼されている友人はもう近くに招かれて食事をしながら時にはもう機密事項さえ知ることもあったわけです。This friend, normal, uh, だけど王様は王様でもなんかポンコツの王様だったら嫌ですよね冷酷な独裁者とか,なんか暴君のような王様も付き合いにくいですよね mad, cruel, a,、uh, まして死んだ王様だったら。 私、徳川家康の連れなんです。さ <laughs>、like, um, すが。Kind of, エリオメアの9の24にあります。えー、誇る者はこれを誇りとせよ。すなわち、とくあって、私を知っていること、私が主であって、地に慈しみと公平と正義を行っているものであることを。 知ることがそれである私はこれらのことを喜ぶとしは言われる、uh, Jeremiah 9:24 says, but let the one who both bo、uh, bo spoke bo about this、uh, that they have、uh, the understanding to know me that, that I am the Lord who exercises kindness, justice and righteousness on earth for in these I delight declared the Lord このようにですねポンコツじゃないんです。いつくしみと公平と 正義を行ってくださる王様です。Yohane の目標区15の3のようにはこうあります。全能の神しよう、目を見張るべきものはあなたの偉大な見技です。永遠に生きておられる神よ。The Revelation says:、uh, God serviced Moses、uh, saying to the Lamb, The King, great and marvelous are your deeds, Lord God Almighty. よかった生きてたそして全能です王様であるだけでなく聖書にはイエス様のさまざまなご性質がたくさん説明されてますよね hip,、uh, だからこそイエス様がどのようなお方かを知れば知るほど 親友として私たちと関係を結びたいと思っておられることはもう驚くべき真理であるということがわかります考えられないほどの富と権力と慈しみと公平と思っている人が連れなんです。 だからここで一つ注意していただきたいんですけれども日本人らしいつつましさを発揮して私は神様を親友のように思ってませんでしたごめんなさいみたいなのはやめてください。 So if you're two Japanese, you can say, I'm so sorry, God, I didn't see you as my best friend. <laughs> because if somebody, you saw your, this guy was uh, your best friend and that best friend tells you, Oh, I'm sorry, I didn't think you were my best friend, that kind of hurts. あ、親友と思ってくれてたんだってことで、こっそりこれから親友になっていきましょう。じゃあ、こっそり親友になるプロセスを始めるために、友情を傷つく6つの秘訣があります。 今日はそのうちの2つをシェアして終わりたいと思います。神との友情を築く秘訣一、1、絶えず神と語り合うことによって語り合うということはつまり祈るということです。うん、祈りは神様に語りかけることです。 そうすると、なんかすごい気合い入れて、朝の1時間ぐらいかなとか、その夜30分でも取れるかなとか、そしてもうなんか聖書を目の前に置いて、なんか、主なる神、イエス様よ、コン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 みたいな感じだったら、すごい宗教的に祈ろうとする人いますよね。

だからもうあの心で思うことを主語をイエス様にするだけでいいんです。どういう感じかというと、みんな多分もうすでに思っていると思うんだけど、今日私お昼ご飯何食べようかなみたいな。Uh, I think you are thinking like,、uh, what should I eat for lunch? 中華にしようかな、ああ、でもちょっと足運んでカレーまで行こうかな、みたいな。ああ、それを、主語をイエス様にするだけでいいんです。イエス様、今日お昼ご飯何食べましょうか中華がいいと思いますカレーまで行っちゃう もう神様に祈るにはもうこのそういう長く難しい祈りじゃなくて短い会話のような祈りを一日もう何度もするこれがベストです。私はもともと もうプライドがもうすごい高かったんであの失敗したくない人なんです。Want to make mistakes. 今もだよねみたいなし目してる人がちょっと何人かいた気がするんだけどちゃんと取り扱われてます。ね、used to or still? でも失敗したくないからこそ。 結構祈るんです私。Fail, です。去年1年間はねもう毎週水曜日9時から集まってゾーンリーダーでミーティングしてたんです。Uh, last year, uh, でそれが大体11時半とか12時ぐらいに終わるんで、もういつもみんなでランチして、それでまあ解散ってしてたんですよ。で、ある日、私は1時半から岐阜県大垣市の方に戻って、子どもの保育園の保護者懇談会に出なあかんかったんです。 で、その日は11時半に終わって、これから移動してランチ食べて12時、12時から1時間で帰って1時、うん、行けるかなとか思ったんです。でも一応イエス様に、あのみんなと残ってランチ行きたいんですけど、いいですかって心の中で聞いたんですね。 Uh, but I just asked God, like, but I actually want to stay and eat lunch with everybody. Uh, but God said, no, go. <laughs> 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 and so I had to say, like, oh, okay, uh, sorry, I have this uh, parents meeting, so I have to go.

でそしたら隣にローソンあるでしょっつって like,、oh, there, でだからガソスタから車出てまたローソンに入るみたいな何食べようかなと思ってもうこのランチのつもりだったからそのコンビニのおにぎりとかちょっとなと思ってあの大きいいくらの入ったこのふんわり握ってあるおにぎりを買おうとしたんですね。<laughs> そしたらこぼすよって。えっ、uh, eh、と思ってだからもうぎゅうぎゅうに握られてるツナマヨ普通のやつを買ったんですよ。Uh, Gonna make a mess. でデザートぐらいいいでしょうと思って、いくら買おうとしたんですね。そしたら、layer, uh, for my dessert. こぼすよって。だからドラ焼きにしたんです。で、コーヒー買って車に乗って、ブーンって、高速入る手前でコーヒーこぼしたんです。 And then I drove my car out, uh, out and I, before I get to the uh, gate, uh, toll gate, uh, highway, I spilled my coffee. <laughs> and my white brows was all stained. Oh, yeah. I'm just gonna spill the coffee. もうでももう神様がこぼすよって言ってたからもうなんか笑っちゃって。だからもう保育園直行じゃなくて家帰って黒いシャツに着替えて無事懇談会に間に合ったっていう、まあ、そういう話です。これは私とイエス様とのもう楽しい思い出です。 でもあるでしょうこの学生時代に仲のいい友達とあの一緒に自転車二人乗りして帰るみたいなそういう楽しい思い出あるじゃないですか何気ない日常それと同じような感覚でイエス様との日常を 共有すするることができるんできんよ神様との友情は人生の経験すべてを分かち合うことによって気づかれます今日社会人になられた方もいましたけど仕事でも一緒です。

And you can this, you can experience this in your company, in your work. Uh, I ask uh, God whenever I talk to my clients, and like, oh, should I uh, tell them about the merit first or uh, the risk first to tr uh, build trust with this customer? And I ask God before I park, or like, oh, God, which parking, this one or this one, will make it cheaper for me today. 何をしても何を考えていても私たちはその瞬間に神様と語り合うことができます聖書に絶えず祈りなさいと言われているのはもうこういうことだということですお買い物しているときも運転しているときも仕事行くときもご飯食べるときも 神様と語り合いなさいっていうそういう意味です。Shopping, driving, walking, no、doing, ね見事まりもあります。食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。イエス様は言ってくれます。これが行くべき道だ。ここを歩け。右に行け。左に行け。全部言ってくれます。 コーヒーですか、紅茶ですか、チキンですか、ビーフですかも,もう全部言ってくれます !God can even answer coffee or tea or chicken or beef。<laughs> しようとすることすべての瞬間にイエス様を迎えていけばもうそれが自然と神様との関係になっていきます。だから、 経験なクリスチャンのようにもう毎日何分とか言って祈るんじゃなくって、so be, uh, faithful, もっとデイリーな感じでいきましょう。<But S 2> デイリーな感じで。なぜならですね私たちの目標はこのそれをすることではなく。 <Do> this, 神様が共にいてくださるという、いつも共にいてくださるという真理、真実を覚え続けることが最大の目標だからです。This, まあだから逆に言うとえ、コーヒーとか紅茶とか言ってくれんかったって言ってももう一喜一憂しないでください。<laughs> so, Be disappointed. とにかく楽しくシンプルに体験を追わずにイエス様を追って暮らしていきましょうでは二つ目神様との友情を築くための秘訣に絶えず御言葉を思い巡らすことによって あの絶えず祈るとかね絶えず御言葉ばを思い巡らせてもどちらももうこう,こう力が入ってこうなんかゴリゴリになりやすいんですけど it, words, always,、uh, もうリラックスしてください。 でこのことについて実は私自身もあの最近目が開かれたばっかりです。Recent, recent 皆さんないですか？この聖書を読んでてなんか全然入ってこない、全然語られない <laughs> みたいな時。You know when you I, I don't know if this happens to you but、uh, you w know, h e n you're reading the Bible it's、like, it just like、ah, I can't get it. It doesn't come in and I I Not speaking. I know. それを、ヴィクトリアっていうもうカナダに帰っちゃった親友にあの相談したら、その親友のママがこう言ったんですね。 もう聖書はただイエス様のことを知るためだけに読めばいいの。もう、ジャストリードしてって。もう淡々と読んで。Uh, just go through it. なんか感じるとか、受け取るとか、もうそういうのもう、あいらない、いらない。もう私はですよ、もう。

違うよね。違う気がする。ええどこなのみたいな。全然語られない気がするっていう。でもこれって結局、私自身が主語になっちゃってるんですよね。 イエス様ののののこここことととををををを知ろうっていううういいいいいよりりかかかかかは私私自身理理理理解解解解したいどうししししたたたた状況どてななななる過去が原因なのか未来そばっかりなんです I'm not trying to know God here. I'm just trying to understand what's going to happen to me, what's going to happen in the future. Is this because of my past or in the future? もうよく考えると、もうジャーナル全体がめっちゃ自己中心だったんです。Realized, so、でこれを教えてもらったのがもう3月の初めなんで、みんなごめんね。こういうものがここに立っています。 でもだから、もうシンプルに読むだけでいいということを私は知りました。So, just read it ある問題ばかり考えるということを<お>思い煩いと言います。一方、見言葉を繰り返し考えることを目想というそうです。When you keep これ漢字で書くと、黙って思うということです。メディテーションは、漢字は、だからもう、黙って。私のここうこ,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 こと、ういうこと、そです。もう、イエス様のことを、ただ思い巡らすんです。 そしてイエス様がどのようなお方かを知るときに自然と慰められるんです。You know is, uh, イエス様がこの私を、この状況をどう扱われるかということは気にしなくていいんです。You don't have to think about what God is going to do to me, to this situation. 結構これまであの日ロチャーチなんか扱うとか扱われるとかなんか割とよく聞いた気がするんですでも扱われるということが神の介入ではありません,れませんそれはもしかしたらなんか清く成長していないと不安

なんか清いものになるためになんか毎日ジャーナルしなきゃみたいな。でもイエス様は私たちを扱いたいんじゃないんです。愛したたいんです。長井先生のオープンタクセが今度もありますね。パーソナガイはもう一度教え again。 のありがたいことに今毎月持たれてますけれどもあの去年の12月は永井先生のファミリーセミナーで奥様も来てくださいました And so,、uh, grateful for these opportunities. そこであのものすごい印象深いことを教えられましたよね。 私たちのアイデンティティは私たちが修正されることではありません。態度、振る舞いが変えられて、新しい人になることでもありません。私たちのアイデンティティは決定した未来のことです。 キリストにあってすでにそのようにされている自分を見出しそれにふさわしく振る舞うということです。 だからこう聖書を読むときにこう扱われようとか何かこのこと変えてもらおうとかなんかそういう,こう神の介入をまつ系の読み方じゃなくてもうただ単にシンプルに「イエス様のことを知ろうとする」そういう読み方をこれから始めていきたいです。treat intervene change you, intervene in you, you in ヨハネの14の6にこうあります。私は道であり、真理であり、命である。ただ、イエス様に焦点を合わせることが私たちのアイデンティティの確立になるんです。すごいシンプルなメッセージなので、もう眠くなっちゃう人もいるかもしれないんですけど。

これまでのやり方が間違ってたとかよくなかったとっいうことではなくてこれまでもイエス様がリードされてたのでベストでしたでもこの先の約束がきっと大きいからこそ私たち今めっちゃ土台をもう固く固く固くされてる最中だと私は信じてます。 And God is leading us, Jesus is leading us to his next future, His next step, this stage, and he is building and solidifying this uh, uh, foundation strong and strong. だから神様からの介入を待つというよりかは私たちの方から祈り方とか読み方の方をチェンジして、イエス様との関係をもっと近く、もっと濃いものにしていけたらなと思っています。And we

だから逆にイエス様の状況、イエス様の感情、そしてイエス様がどうしてそうなさるのかを理解したいというパッションを持っていきたいです。神様がお語りになることを知らずに神の友となることはできません。 だから読む。So、そして忘れないように何度か思い出す。で、この繰り返し思い出すことが習慣になっていくということがあの実際に大事だということです。<laughs> 祈りとは神様に語りかけることです。praying is talking to Jesus. 目相、聖書を読むとは神に語っていただくことです。meditating is、uh, letting him speak to you. どちらを書いても神の友となることはできないので、今日そのことを覚えていきたいです。We need both of these to build relationship, friendship with Jesus.、うん じゃでで祈りたいいと思います okay,、so this, uh, のお父さん、神様、<Heavenly Father. S 2> 今私たちとあなたとの関係を新しくしようとくださっていること、本当にありがとうございます。For, uh, 日本人らしい、あるいは誠実な、敬験なクリスチャン、 らしさを持ってこれまでの関係を後悔しませんただ今新しい関係に導いてくださっていること招き入れてくださっていること感謝します あなたが黄金の玉座に座られて、そしてその王宮の王の間に私たちが今招かれていることを感謝します。Us, uh, どうぞ新しい祈り方、新しい関係始めることができるように聖霊様を送ってください。Holy Spirit, come 私たちには問題があり、私たちの状況にも問題があり、あなたに相談したいことたくさんあります。Uh, so、でもそれをまずは横に置きます。横に置いても大丈夫という信仰を持ちます。Uh, I have faith, I'll hold on to this faith that it's okay to put it aside. まずはあなたのことを知ろうとする勇気を与えてください。To to そして、招きたいです。この中で、もしお友達との関係、これまでの友情関係に深い傷、それから痛み、裏切りなどを経験した方、あるかもしれません。Maybe some of you have experienced pain. 思い出したくない、苦い思い出、それから、恥をかかされた、あるいは恥をかかせてしまった。bitter memories、embarrassing memories, or you have embarrassed someone else。そのような友情関係を経験したことある方、えー、ぜひ、手を挙げてください。

それはもうどうにもならないことかもしれませんが、イエス様、あなたは超自然的な形でその心の苦みを癒すことできるお方です。イエス様との新しい友情関係を築いていくときに、そのような人間関係の過去や経験が邪魔することがないように、どうぞ地で清めてください。 イエス様との親しい、恋関係が友との関係の新しいイメージになっていきますように。 もし友達から許されていないならイエス様あなたが許してくださったことありがとうございます許されていない苦しみをイエス様あなたは知っておられますあなたがそのようなところ通ってくださったことを感謝しますまたどうしても許すことができない友人がいる方もあるかもしれません 「どうぞ許す力を与えてください。ファーザーまなたが許してくださったからこそ許すことができるようにその力を与えてください。」Because you have forgiven us, you have the power to forgive. 肉の力で許すことできません。 ましてその本人に許してあげるということもできないかもしれませんでも不思議な形で許す力あなたが与えてください。イエス様あなたの手によってもう一度会うこと会わなければならなくなった時にその癒しの空気がそこに流れますように。 あなたが十字架にかかって、そして神との関係を回復させてくださったの。と同じように、あなたはあらゆるものを回復させてくださる神様です。Like you have 人生のあらゆる領域に回復をもたらしてくださることを信仰で信じます今来てください I be, I また新しいシーズン始まって新しく人と出会うときに恐れ抱く方もあるかもしれません新しいシーズン新しいシーズンは、新しいシーズンは、新ししいシーズ ですけれども、イエス様、あなたがそこに使わせてくださった、あなたが出会わそうとしてくださっていることを知り、そして信じることができますように。愛は恐れを締め出すとありますから、イエス様、あなたの愛で私たちの心をいっぱいにしてください。 また付き合いにくい方が身近にある方もいるかもしれませんどのように付き合っていけばいいのかもイエス様す。教えてくださいその方の方ために祈る言葉を与えてくださいそれを通してイエス様ます。よの栄光が表されます。 あなたが用意されているものは本当に良いものであり希望と将来があるものであることを感謝します。You. You あなたの十字架に感謝して、ISDS キスます。あなたの十字架に感謝して、ISDS キリストあなたのお名前によってあなたのお名前によってお祈りいたします。お祈りいたします。では最後にみんなでクリップ読みたいと思います。 では、大きな声で読みましょう。日本語から、せーのイエス様、私を愛してくれてありがとう。私の心に入ってきてください。私の人生を導いてください。イエスは私の主です。<Amen. S 1>